慎重にちょっと、まあ、立ち技とか相手の蹴りとか見ながら慎重にやっていきたいと思います。まあ1回1段1段ちょっと上がっていこうかなと思ってますね。1試合1試合大切に。第8試合トーナメント1回戦30分一本勝負を行います。赤コーナー187センチ112キログラム、リングスオランダ、ハンス・ナイマー。青コーナー180センチ85キログラム、リングスジャパン、田村キヤシ。さあ1回戦ラストの試合になります。田村キヨシ対ハンス・ナイマン。この2人は97年今年の8月鹿児島で一度対戦しています。その時はナイマンの TKO 勝ち。これが田村にとってはリベンジなるかという試合になりました。さあ熊子さん、はい、どういう展開になりましょうか。そうですね、ナイマンのですね、あれハイキックをできるだけガードせずにですね、ウィーミングですとか、はい、そういったディフェンスで当てずに避けるということですね。はい、やはり体重差がありますから、ガードしても持っていかれちゃうんですよね、どうしても。体重差は27キロあります。はい、もうこの衝撃はもう相当なものですよですね。はい、ガードしたとしても今回の田村の作戦はどういう作戦でしょうか。スエーとかで受ければいいんですよね、受けずに。この試合の勝者は2回戦でヨーク・カステルと対戦します。ナイマンは今日かなりいいウォーミングアップしてますね。ですね、汗びっしょりですね。ナイマン現金なものでこのトーナメントになるとよくむき出しになりますからね。そうですね、もうその辺がもういかにもこのオランダ軍団らしい現金さを兼ね備えたこのナイマンなんですが、実力は伴ってますからね。しかしね、はい、田村もこれかなりシビアだ。やはり年齢重ねていくとそれだけ不利になってますからね、早いうちにやはり優勝をどうしてもという気持ちあるでしょうね。慎重です。真剣にこの間合いを感じさせます。測っています。左から焦点、ダブル焦点でいきます。そしてボディブロー、そして焦点。うまいですね、田村さん全部ガードしますよ、はい、この辺はクリーンにナックルと焦点きれいに使い分けます。ハンス・ナイマン、それを見事にガードします。さあお返しです。組んだスープレックスが、おーっと、このパワーを秘めた亀を作ったスープレックス、首を捉えに行きました。オランダ軍団特有の首が、マウントだ。さあ簡単に返しましたね。さあどうするか、余裕で返しました。両足で相手の体を持ち上げてひっくり返したんですね。ロープをチェックしています、はい、せっかく取った上です。しかし27キロ引っ張っていくのはちょっとね大変でしょうから、自分の体をうまくロープを背負わせてコントロールしているようです。ハンス・ナイマンも足を届けば逃げられる距離にありますので比較的落ち着いています。ちょっとポジションのことを考えますと田村がちょっと攻め上がる、あ、いやいやいや、持っていきますね、持っていこうとしてますね、はい、さあこの前見切るか、歩幅前進ですねこれね。いや、頸動脈を締めに行きます。押さえつけました。いわゆるクロー攻撃、何をやってるんですかね、田村選手ね、これ緩急使いました。相手に隙を作らせようということをやってるのかもしれませんが、三角締めですね。ほうほうほう。さあ完全にヨットの上に乗ってるような体勢になっていますよ。あります。さあどこだ、隙を見つけてる、隙を見つけてる、立ち上がった、ナイマンも立ち上がりました、はい、結局隙は表しませんでしたか。ちょっと体離しすぎましたね、田村選手、はい、もうちょっと密着して動きたいなんですね。いつもボディがくっついたままくるくる回りますけどね、はい、ちょっと離れてしまいました。お客さんのヤジに対してちょっと反応を見せました田村。
もう一度改めて集中し直します。おーと左の袖、左の袖、おーと当たった、当たった、飛んだ、追い打ちをかけました。3、4、石が大丈夫か、5、6、7、8、9、小艇からの追い打ちのハイキック、ダメですね、ハイキックもらっちゃ危ないですね、ダメですね、この辺は隙ありません。いいのか、距離は詰めなくていいのか、いいのか、いいのか、ライマンが膝を持ってきた。ライマンの距離が伸びてきますからね、スタンディングで突きたくないところです。危ない、危ない、距離を取ります。どうしました、マウスピース、鼻を噛んでます。呼吸が苦しかったでしょうね。なるほど、ラストの試合です、1回戦。ロキック2回戦進出者が7人まで出揃っています。8人目はこの田村か、あるいはナイマンか。おっと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 、アキレス腱固め、ヒールホールド、さすがに田村相手には無理のようです。まあグラウンド展開するのはナイマンにとっては得策ではないでしょうから ね、 ね、間違いなくね、はい、これはナイマンにとってはあくまでもこのナイマンキックを中心打撃でしょう。やはり、ね、右の小手とあの左のボディーブロー、ハイキックですね、これがナイマンの、怖いところですからね、怖い武器ですからね。ミドルロー、対角線の攻めを繰り返します。ナイマンは距離を置きます。5分が経過しました。勝った、足を借りました。さあ捕まえたか、引き込めるか、ポジショニングはまたちょっとロープに近いか。ナイマンは倒れ込みながらロープに近づいていきました。近づいてますね、首を取っています。これは問題ないですね、はい、一応ディフェンスを込めたフロントからネックロック、あれ、島田レフリー、これは大丈夫ですよ、大丈夫ですね、はい、横シーズン、あ、これはエスケープ、ハンス・ナイマン、今ようやくロストポイント1つ、田村がダウンを期していますのでポイントは2つ。田村、おーおーと、ガードしました、どうですか、今ガードどうですか、効いてますよね、危ない危ない危ない、おーと、ひねったか、スピンキックだ、はい、足ひねったんですか、ひねりましたね、自分の膝ひねっちゃったんですね、上手の手から水が漏れたか、今たい、おーとっとっとっと、今のひねりはどうだったんでしょうか、気になるところです。足を買った、足を借りた、さあスタンディング、スタンディング、お互いに取っています、ポジション悪いですね、田村選手もそんな表情です、下打ちをしそうなそんな苦い表情を見せました。エスケープです、無理はしません、無理はしません、さあこれからおー、ナイマンが攻めてくる、かかとから落としていきます。田村もキックで対抗、キックでいるか、田村キックでいるか、バックヘッドロックの形になっています。そのまま投げ打つか、いやチャンスですよこれ、バックを取れ、いや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 、赤いロープが近づいてまいりました。またここかというような田村の表情が、そんな表情が伺えます。27キロの差があります。これはブレイクです。ナイマーは完全にもうブレイク待ちの状態ですね、はい、ここまで7分、まもなく8分になろうというところです。おーと、やはり入りましたね、今ナイマンの左の小手です。左カウンターできますからね、しかもクロス気味に今飛ばしてきました。フェイントをかけます、田村、おー比較的高いキック、今度左のクロスは届きません。田村選手は右目腫れてるんじゃないですか、先ほど島田レフリーが一回確かめてましたね、はい、多分左の小手ですね、カウンターで必ず合わせてますからね、さあ前々来た、小手でダウン、小手で
5、6、7、8、右の打ち下ろし、ちょっと追い込まれています。また展開続いて、田村敗れるか。危ないですね、危ないですね。前蹴りがいいですよ。ボディブローですね。田村に締めるダウン。5、6、7、8。田村危ないぞ。ミドルをキャッチした。ミドルをキャッチしましたが、これは抜けていきます。あ、ボディ効いてますね。ああと、イエローカード、パンク・ダイモン選手にイエローカードが出されました。倒れた時に多分自宅半から入れたんじゃないですかね。つまりダウンの状態の田村に対して打撃、膝かあるいは何か打撃技を打ち込んだようです。これに対してイエローコード、ハンス・ナイマンが、なんで俺じゃないんだと、俺を声援を送れと、送ってくれという、そんなジェスチャーです。嬉しいですね。周りに部員が飛んでまいりました。溝落ちか、かなり下腹部だったのかもしれませんね。これ多分倒れ際に膝だと思うんですけどね、はい。さあ田村は3つのダウンを喫しています。動きも少し鈍くなってきた。リング中央でいいチャンスだと思うんですけどね、田村選手 とっては。左から右、危ない危ない、おお、振り上げていく、振り上げていく、危ない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 。リングの中央、いやー、ガブりました。おお、ネックロックだ、危ないぞ田村。いいポジションですよこれは。さあフロントから、このチャンスで決めないと。さあこれで決められた、どうなんだ、ポジションは絶好。いやー、すごい技が綺麗ですね。10分34秒、腕ひしぎ足固めで、田村清選手の勝ちでございます。田村清選手はトーナメント2回戦への進出が決定いたしました。まさに1回戦、白氷を踏む思いで上がっていきました。勝負強いですね、やっぱり田村選手は、薄い氷がなんかパリパリ音を立てて、はい、いかにももう池の中で落っこってしまいそうな田村だったんですが、白氷を踏んでまさに大阪勝ち上がっていくことができました。なんか今睨み合ってますね。フライトですね、どうしたんだ。まだフライトは大阪では当たりませんよ。に大阪ではカステルと当たり、おーっとっとっと、ちょっとフライもちょっと違ってますね、珍しいですね。どうしたんですかね。フライが挑発してナイマンが間に入って分けてるんでしょうか。そうですね。坂田も飛び込んでまいりました。おっとっとっと、収まらないのか。あー、突き飛ばしに行きました。ちょっと揉み合いになります。なんだ、なんだ、ナイマンはとにかく入れってことでしょうね。田村をスタッフがブロックします。ちょっとエキサイトしました。いや、ちょっとどころではないようです。ちょっとまだ火が収まらないようです。今ちょっと、いい幕切れだった時にはちょっと残念ですね、ここがあると。まあしかし、本当に危ない1勝を挙げました、田村清だったんですが、2回戦進出を決めています。その危機一発でしたね、田村もちょっと怖い目つけになってます。田村の右のまぶたがご覧のように腫れ上がっています。左の正体をもらった際の一撃、永井選手も行きました。最後の技の決め方もスピード、さすがですね、リストバンドのプレゼント。さあ、全8試合1回戦終了しました。田村選手が追い込まれながらも、まあ、逆転といってもいいわけでしょうね。そうですね、もう大逆転ですね、最後リングの中央、再三ナイマンのいい、はい。